直近8月30日の調整で固定値が15から18に情報修正された損感を紹介するよ。計略は式6の家系で、範囲は三国志大戦の陸村のような広大な四角形。威力は知力には残るほど低く、点数が小さい損感の知力を上げるより敵知力を下げれるのが有効。奇襲攻撃です。範囲の広さを生かしやすい今しかの剣は混沌の陣とは相性がいい。スペックは武力6やけど、伏兵先陣と相性が良い組み合わせで、序盤は高知力伏兵として敵部隊を削ったり端根性を狙ったりと足を引っ張らない。修正値はわずか火傷知力3に対して7割くらいで、兵力半分の知力4相手とかに今までより安心して打ちやすくなったかな。当然知力1は確定やから、ムーキンは一掃できるし、知力11以上の相手にも約2割は入るから、ミリを取るのにも使えて良い感じ。流派発動、一の型バキセンサーのみ。いや怖い。流派発動、一の型ならば。I'll be back。 空が赤く。拙者に任せ。堪忍しておくれやす。どちら。いや。勝ちがたい時は引くまで。アイブバックせよ、暴れたりん。いつ。極楽の鳥がさんざめく。もう心残りはない。大軍を恐れるな。落ちなさい。愚か者どもが消えよ。落ちなさい。軍略に達する者よ、俺に挑め。こんな感じで本命を焼いた。ついてでおまけで他部隊を巻き込めるほどの範囲。苦楽の鳥がさんざめく。堪忍しておくれ。前期解放。流派発動、三の型さらば。I'll be back。
ッセの雨土なれば落葉も眩しく。人中の力、そして天下無双。落ちなさい。拙者に任せよ。極楽の鳥が存在。自分の進むべき道は心で決めなさい。もう心残りはない。アイムバックせよ。軍略に達する者よ、俺に挑め。落ちなさい。いや、怖い。こちら側につくなら今のうちだぞ。虎のように、火のように。老いも若きもここでは対抗。懲りたなら覚えてみよう。今回は2試合やるよ。臆病ではない、慎重なだけだ。そうね、まぐれがちはない。ようこそ我が領域へ。さらば。へい。こんなこともあるでしょう。そうね、遊びに付き合ってやる。退場だと。くだらけ。へい。皆さん、皆さん、そうね、拙者に任せ。へい。一の方。I'll be back. Ono に飲まれるがいい。ここは任せる。くそ。
貫け。か、神にして。空が赤く。アイムバックぜよ。勝ちがたい時は引くまで。こっちだ。拙者に任せよ。暴れたり。大軍を恐れるな。流派発動。三の肩。さらば。一つに固まって頭の悪い奴らだ。軍略に達する者よ、俺に挑め。退場だと。万策尽きた。くそ、下がれ。前期に任せよ。炎に飲まれるがいい。軍略に達する者よ、俺に挑め。万策。真田雪高は撤退させたら設置毒は消滅するよ。流派発動。三の肩。こちら。こちら側につくなら今のうちだぞ。ここに私の求めるものはなかった。遊びに付き合ってやる。心配すんな、なんともねえな。消えろ消えろ。引くまで。
さらば。なんの？へえ！へえ！俺は怯えているのか？流派発動！一の型。お相手は旧コストスベティナ紅葉持ちで、相手の色くじこっちは色球ないのが致命的なことになりそうな実態。爆心せよ。さらば。一つに固まって頭の悪い奴らだ。軍略に達する者よ、俺に挑め。バカな。流派発動。二の型。心配すんな、なんともねえから。拙者に任せよ。消えろ。消えろ。消えろ。状態で撃たれてしまったね。この試合のゲームメイクは反省せなあかんやつ。一つに固まって頭の悪い奴らだ。軍略に達する者よ、俺に挑め。ただで死ぬと思うたか。流派発動。三の型。こちら。なんの。どのみち
ここの高は入りそうやったから焦って、三好は上に行くべきじゃなかったね。こういうプレイングの下りも反省点。ここは任せる。心配すんな、なんともねえから。こっちだ。野望の光、リンネのささやき、ウグイスの声。守り抜く。消えろ。バカな。消えろ。こんな途中で。なんとかギリギリで勝利。プレイングが良くなかった試合やけど、この展開でも接戦できるのも孫さんの良さかなと思って動画にしたよ。ご視聴ありがとうございました。